餃子でブーケということですね。茶々と男飯史上一番おしゃれじゃないですか。あら、素敵な言葉いただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっと今回ね、美味しい餃子、みんな大好き餃子をおしゃれにやっちゃいましょうということで、お花に見立てましてね、あるとこブーケのように作ってるという形ですね。ぱっと見餃子には見えないですね。そうなんですよ。だからこれもらうとやっぱ嬉しいと思いますよ。これバラですか？これはね、バラであったりバラでなかったりいろんな意見があります。あ、はい、ぼかしましたね。まあ、バラのような感じで、ね、作りましたけども、はい、では材料を見ていきましょう。こちらです。豚ひき肉 100g、 キャベツ2枚、ニラが4分の1束、練り中華だし大さじ1/2、片栗粉小さじ2、ごま油小さじ1、餃子の皮15枚、サラダ油適量、水 50cc、ベビーリーフ、ミニトマト、パプリカ、今回パプリカ黄色ですね、こちら適量です。で、中華ドレッシングも適量ご用意ください。じゃあ早速作っていきましょう。お願いします。はい、まずこちらキャベツとニラがございますが、はい、お察しの通り細かく切っていただいてください。はい、切ってありますね。こんな感じでいつも通りでございます。はい、こんな感じで切っちゃってください。ニラの香りがもうスタジオ中にね、広がってますね。これぞ餃子という感じですね。じゃあ刻みましたら、はい、今度はビニール、こちらありますけども、はい、ここに豚ひき肉、キャベツ、ニラ、練り中華だし、片栗粉、ごま油入れていくということで、はい、ここにじゃあニラも入れていきますね。はい、すべて投入するんですが、これ、はい、ボウルに直接ではなくて袋に入れる。これがポイントですね。この袋に入れるともう混ぜるのも楽ですし、うん、その後の工程でも非常に使いやすいので、はい、ビニールに入れてください。はい、で、入れましたらこうやって揉んでください。はい、しっかりと揉み込む。はい、結構ですね、適当にやっちゃうとこう固まっちゃったりするのでね、均等に混ぜてください。キャベツとニラだけだとちょっともったいないですもんね。そうなんですよ。はい、で、このぐらいにね、はい、はい、混ぜてあります。はい、こんな感じで混ぜたら一旦置いといてください。はい、さあ、しっかりね、混ぜ込みましたら今度は餃子の皮に行きたいと思いますが、はい、今3枚に並んでますね。はい、で、ここね、重なってる部分があります。端をだいたい1cmぐらい重なるようにこうやって並べてくださいね。で、これが剥がれないように水をちょっとつけて、はい、でくっつけていきます。もう1個もやりますね。ここではまだ花の形につながるとは、想像がつかないですけど、これが大事ですね。こんな感じで今3枚の餃子の皮がつながった状態ですね。はい、さあ、そしたらここにですね、先ほど揉んだビニール、これ角チョキンと切りまして、ここから絞れる状態にしてあります。あ、ホイップクリームみたいに出すんですね。そうなんです。で、出し方なんですけれども、この餃子の皮ありますが、はい、ここをですね、皮の上を細長くこんな感じで真ん中です。一直線です。おお、端から端まで。はい、行きました。おお、OK です。こんな感じで端まで絞り出しちゃってください。はい。そしたらこれをまたね、畳んでいくんですけども、はい、ちょっとお水またね、つけますよ。上の部分、こう全部ですね、つけまして、はい、はい、で、これ皮をですね、下から畳んでいきますよ。下から折りたたみます。よいしょ。はい。まあ、2つ折りみたいな形になりますね。2つ折りですね。はい、こんな感じで。はい、あ、ちょうどくっつきました。いきました、いきました。はい、はい、いい感じです。さあ、しっかりね、上をこうやって止めました。はい、さあ、止めましたらですね、今度は端の方からですね、巻いていきます。あ、くるくるくると、そういうことです。くる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 。あ、もうすでに花っぽくなってる。これはいいですね。上手にいけてますね。はい、巻きましたら。はい。最後水つけてね、ピトッと、はい、ひっつけてこんな感じですね。もう形出来上がりましたね。そうなんですよ。これでお花っぽくなりました。さあ、これね、整えましたら、はい、今度はフライパンいきますよ。はい、フライパン。油を敷いて、今サラダ油ですね、敷いた状態でここに餃子を並べていきます。はい。よ。綺麗な感じにね、ちょっと均等に置いた方がいいかもしれませんね。はい、間隔を空けてですね。はい、間隔空けてます。こんな感じで、あとは中火にしていただいて焼いていくんですけども、はい、まあ、大体ですね、こう裏面に焼き色がつくぐらいですね、しっかり焼いていただいて、焼き色ついたら水を回し入れまして、蓋をして蒸し焼きにしていくと。で、水分が飛びましたらですね、あとはお皿にベビーリーフ、ミニトマト、パプリカと一緒に盛り付けまして、中華ドレッシング添えるとこのような感じで完成でございます。はい、おしゃれですが、ちゃちゃっとできました餃子でブーケ。